おはようございます。はいおはよう。で、今日は何こないだ借りた DVD の返却と、スーパーで分けありトマトのセールやってたんで、買ってきました。なるほど、皮に傷あったり、硬かったり、こりゃ確かに分けありね。なのでこれでトマトソース作って、パスタパーティーしましょう。パスタも買ってきました。ああ、いいわね。ということで、調理、おなしゃす。あのねえ。あじゃあやってあげるから、その間これでも見て待ってなさい。うわ、名前だけは聞いたことある。ある意味有名だからね。それじゃ、再生、と。 いいやいやせめてあらすじだけでもええー、じゃあトマトたちがある非人類を襲い始めた以上いやいやいやもう少し具体的にですねうーん舞台は制作当時のアメリカある家で主婦が台所でトマトに襲われ死亡するもうその時点でおかしい他でもトマトが絡む事件が続発一方その頃農務省の実験農場ではトマトたちが暴れだし警官隊と戦闘になっていたトマトと戦闘って ガチでヘリコプターが墜落したりするなかなかハードな戦闘シーンよ。ほうほう。で、事態を重く見た政府は有識者による対策会議を開くんだけど、開発中のサイボーグに対処させようとするんだけど、予算の都合で片足だけしか改造してないんで、まっすぐ走ることもできないありさま。な,んだらなので責任を押し付けるため、情報局の捜査官、ディクスンに4人の部下を与えて対策させることに。おのおう。 元水泳のメダリスト、グレタ。潜水の達人、グレッグ。そして、謎のパラシュート効果兵、フィンレター。いや、全く役に立たなさそう。さあ、人類はトマトたちの脅威に、どう立ち向かうのか。って感じ。な、なるほど。つまり、その5人の対策チームとトマトの血で血を洗う。いや、血でトマトジュースを洗う死闘が繰り広げられると、と思うじゃん。おっと。まず、元水泳選手のグレタは、水のない乾燥地帯の荒野で待機させられ。はい 潜潜水水ののググレッグは広場の噴水に潜って行方不明えーっと黒人のサムはちょびひげをつけただけでヒトラーだと言い張るレベルの変装ちょっと待てーあでもフィンレターはそれを見て「オノレヒトラー」って襲いかかってたから成功はしてるのかいやそれその人がただバカなだけじゃでもその後サムはトマトの着ぐるみでトマト軍団に潜入できてたし実はすごいのかもそんなバカな。 ってな感じで終始バカバカしい展開が繰り広げられるコメディ映画がね。な、なるほど。じゃあ一応聞きますが、ゆかりさん的には。なんじゃこら。てか私は何を見せられてるんだ。でもまあ、嫌いじゃないわね。おっと、初めてのパターン。てかどういうことなんて言うのかな。シーンごとに違ったシチュエーションコントが展開される感じなんだけど、これがことごとく意味不明。うんいや、笑わせようとしてるのだけはわかるんだけど、面白くなさすぎて、逆に乾いた笑いが出てくる。 他にも唐突に始まるミュージカルとかなぜか挿入される家具屋のセールの広告ロール字幕とかほんと意味のわからないシーンの連続おおうでそのシーンとシーンの間にトマトによる殺戮シーンが挟まるとえーっとそもそもトマトがどうやって人を襲うんですかそれはさておきいいや置いちゃダメででしょ。あれですか、特殊メイク的にトマトに口があるわけないじゃん何言ってんのそんなことわかっとるわー とりあえず見ればわかるええー、いやできれば他の王じゃあ調理手伝って分かりました頑張ってみますよろしいでは再生っとくぬぬあオープニングの歌は最高だからテンション上がるわよあはい